はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日は何をやっていくかと言いますと、プレイヤーオブザマンスの6月、これちょっと選手紹介って形で今日やっていこうかなっていうふうに思うんですけど、で、数えてみたらピッチャーが41人、バッターが21人と、もうこれ全員紹介してたら僕もう明後日になってると思うので、ちょっと抜粋して、今回もちょっと紹介できたらなというふうに思ってまして、抜粋して、ピッチャー11人と、バッター6人、ちょっとご紹介できたらなと思ってますので、はい、じゃあ早速ちょっとやっていきましょう。はい、まず1人目、ゴールドですけどね、ドリュー・スミス投手、中継ぎでニューヨークメッツのピッ、方ですね、選手ですね。はい、まあまあ、能力的にはもうめっちゃ低いです。だいぶ低いです。なので、バッカバカ打たれる可能性もなきにしもあらずですけど、まあ、いかんせんこの球種、まあ、ストレートが154キロで、カーブが124キロ、いわゆる30キロの差があるので、もしかしたら勝負はできるんじゃないかなというふうに思って、今回ちょっと抜粋して見ていきました。うん、まあ能力上げたら、まあ使えないことはないかもわからないですよね。はいはい、続いてグレゴリー・ソト投手、フィラデルフィア・フィリーズですね。はい、このピッチャーはまあプラチナの、選手で、で、このピッチャー球威が低いんですよ。70とちょっと低いんですけど、ただ球種がねえぐいっすよね。ストレートが160キロで、シンクが159キロとで、左ピッチャーなんで、まあいわゆるアルバラードみたいな感じですかね。それがプラチナの能力出てきたような形って思った方がいいのかな。まあよくわかんないですけど、ただ何回も言うけど球威が低いんで、ちょっとその辺どうなんかなと思いますけど、まあいかんせんこの球速差なんで、まあ打つのは結構難しいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。もう価値も結構高いですからね、300万すでにあるんで、うん、まあこの人も使ってみても面白いかもしれないですね。はい、続いて、我らがミルウォーキーブロワーズからホビー・ミルナー投手ですね。中継ぎのピッチャーですね。でこのピッチャーもまあ制球86と高いですよね。で、まあ球威変化とそこまで高くないよってとこなんですけど、まあ、要はね、この球種ですね、まあ、ストレート144キロにカーブが128キロとで、チェンジアップシンカーがあるのと、あとこの投げ方がねちょっと特徴あるので、打ちにくいんじゃないかなと思ってます。だからこのピッチャーも当たったら、まあ、同じ、まあ、ブルワーズなんで絶対取りに行きます、僕はこのピッチャーは。はい、次、ジェイコブ・ウェブ投手ですね。ロサンゼルス・エンゼルスということで、まあ、このピッチャーは正直、選んだ理由はエンゼルスだからです。はい、続いて、ジョー・バーロー投手ですね。テキサス・レンジャーズ、これも中継ぎのピッチャーですね。なんかあれですね、工藤新一がよう言いそうですね、バーローって滑りましたよね、すいません。はい、まあ能力的にはまあ低いですよね。まあ制球が84とまあまあですけど、あとがちょっと低いですよね。まあゴールドのピッチャーなんで、まあ、でも球種今回また着目して、ストレート150キロに対してカーブが128キロと、だからこの球速差も面白いんじゃないかなと僕は思ってますね。でスライダーもありまして、ただね、いかんせん3球種っていうのがちょっと辛いとこではあると思うんですけど、まあ一応まあ勝負できなくはないのかな。いや、まあ打たれる、まあ、うん、はい。はい、次、ジョーダン・モンゴメリー投手ですね。この方は先発ピッチャーになりますね。はい、まあ、制球85と、まあまあそこそこと。で、球威低いですね。球威変化がちょっと低いです。76、82と。プラチナの割にはちょっと辛い査定かなと思うんですけど、これも球種で選びました。ストレートシンカー151キロに対して、120キロ台のカーブがあるので、で、あとチェンジアップですね。うん、最近チェンジアップとカーブのコンビネーションも意外と打ちにくいと思いまして、アウトコースから入ってくるカーブと思わせて、そのままチェンジアップのボール球を投げる感じで、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、まあそんな感じで、球種的にこのピッチャーも使いやすいんじゃないかなっていうふうに思ったんで、はい、選ばさせていただきましたと。はい。はい、続いて、JP フランス投手、ヒューストンアストロズの先発のピッチャーですね。はい、でちょっとプラチナの選手なんですけど、まあ、制球以外の能力は恐ろしいほど低いですね、プラチナの割には。ですけど、ここも、球種なんですよ、一番光るポイントとして、まあ、ストレート150キロに対して、カーブスライダーが120キロ台と、遅い球を放っているので、
ね、今のリアタイ界隈においては、いや遅い球結構有効的って言われてるところもあると思いますので、まあ、ストレートをちらつかせながらカーブスライダーで時折チェンジアップと、うん、あのストレート以外の平均球速が結構遅いので、このピッチャーも意外と打ちにくいんじゃないかなと。はい、で最近あのヒューストン の, あの純正やられる方もなんかちょっと増えてきてるような印象もあるので、まあこの方は人気出るでしょうね。はい、続いてケビン・ケリー投手ですね、タンパベイレイズの中継ぎのピッチャーですね。はい、この方はプラチナの選手で、まあ球威が低いですよね、72と。でも制球85、変化86とあるんで、で、このピッチャーもスライダーが123キロ、結構遅いんですよね。でシンカー145キロと、でカット140キロで、このスラカットも結構今有効視される中で、遅いスライダーとカットボール、これで惑わすこともできますし、でシンカーまた逆方向に曲がっていくっていう球があるので、このピッチャーも使い方によっては面白いんじゃないかなと、中継ぎなんでって僕は思ってますね。はい、続いて、スティーブン・マッツ投手、セントルイス・カーディナルス中継ぎのピッチャーですね。ゴールドのピッチャーなんですけど、まあ制球83、変化80と、で球威が低いですね、やっぱ71といったところなんですけど、まあまあ速いシンカー152キロに対して、カーブ127キロでチェンジアップ137キロと、まあ、3球種しかないですけど、これでも僕十分戦えるんじゃないかなと思いますね。左ピッチャーで、で速い球とで緩い球があるので、うん、このピッチャーも面白いかなっていうふうに思ってますね。だから僕も当たればもしかしたら使ってみたいなっていうふうには思ってますね。はいはい、続いてトム・コスグローブ投手、サンディエゴ・パドレスの中継ぎのピッチャーですね。ゴールドの割には制球変化が高いですよね、84、87と。で球威はもう今回出てきたピッチャーほとんど低いと思いますね。でまあ見た感じ、この人を選んだ理由としては、もう遅い球、このスライダーですね、左ピッチャーでこの遅い球があるので123キロですね、うん、もうこの遅い球を有効活用すればシンカー、ストレートと行かせてくるんじゃないかなと思ってます。であとはサンディエゴパドレスやっぱ使ってる方も多いので、ダルビッシュ選手のいる球団、はい、あとタティスもうね、スーパースターが多い球団なんで使う人も多いと思うので、今回ちょっと、はい、紹介させていただきましたといった形ですね。はい、投手最後ですね、タイラー・ロジャース投手、サンフランシスコジャイアンツの中継ぎのピッチャーですね。僕ね、このピッチャーが今出てきた今回の POM6 月の一番の当たりはこの人じゃないかなと思ってますね。はい、というのもまあ制球84、変化80と、で球威73と、まあ、いかんせん全部高くはないです。で球種も2球種しかないんですけど、このスライダー117キロでね、この写真見て分かる通り投げ方多分アンダースローかな、サイドスローかな、打ちにくいと思うんですよ。僕一回僕リアタイで対戦して、アンダーサイドどっちか分かんないですけど、当たった時にめちゃめちゃ打ちづらかったんですよ、タイミング取りづらくて。にも増してこの遅いスライダーと、で133キロですけど、このシンカーが速く見えてくるんじゃないかなというところになってくるので、このピッチャーは絶対使いやすいんじゃないかなと思ってます。あた、でも欲しいですね。もうゴールド出しても欲しいピッチャーなんで、はい。まあ、使ったことがある人教えてください。なんかコメントでいただいてたんですよ。タイラー・ロジャースもいいピッチャーですよって形で。はい、いただいてたんで、うん、これも多分使いやすいんじゃないかなっていうふうに思っております。じゃあ次、バッターの方に行きましょうか。はい、バッター1人目、ロナルド・アクーニャですね。以前 POM 出てましたけど、4月のね、写真変わってないんや。また一緒か。まあまあまあ。いやー、で、能力がね、めっちゃ高いんすよ。ロナルド・アクーニャ。もうミート89、パワー89。まあ、ここまでは別に驚かないですよ。で、盗塁なんですよ、問題。86。これはすごいな。トレーニング次第では90に乗りますからね。もう90乗ったらほとんど失敗しないと思うんすよね。で、足が106と。でね、僕、このアクーニャ、POI、プレイヤーオブザイヤーの19年のアクーニャ、当たってテンション上がってたんですけど、その能力を軽々超えてきよる、こいつ。めっちゃ超えてますやん。もう能力的にも、盗塁的にも。盗塁もね、プレイヤーオブザイヤーの85だったんで、はい、もうだから、ロナルド・アクーニャ欲しい人は、こっちのアクーニャが今一番の大当たりだと思うんですけど、ただ、問題が一個ありまして、適性がライトになってるんですよ。これね、ライト結構ね、この猛者が多い中で、ブライス・ハーパーや、フアン・ソト、アーロン・ジャッジ、ムーキー・ベッツとかいる中でのライトなんで、だとちょっとどうかなってなってきますよね。
だったらまだプレイヤーオブザイヤーのセンターフィールドで適性のあるアクーニャの方が僕はいいんじゃないかなって思ってますね。僕はですけど、僕はアクーニャ打ちやすいんで、うん、だから僕はまだプレイヤーオブザイヤーの方使いますけどね。まあそんな感じです。はい、続いて大谷翔平選手。いや何よ、もうぶっ壊れじゃないですか能力。もう大谷選手に関してはね、守備送球は見なくていいので、もう DH なんでね。ミート95、パワー95、選球90、足115、盗塁78と、いやすごいっす、めっちゃ高いっす。だから今オール MLB がめっちゃ大谷さん高い、手に入らないって方はこの POM の大谷さんでもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。能力高いですもん。まあね、ゴールド、そんな集めれないよって人は、まあ、この POM の、まあ、今から勝ち上がるか分かんないですけど、この大谷さんでもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、続いて、コービン・キャロル選手、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのレフトフィールダーですね。はい、今までレフトが手薄って言われてきた中でのコービン・キャロル選手、今、アリゾナを引っ張る、ルーキー、まあ、選手なんですけど、ミートが85、パワー90と、うん、まあ、結構強いんじゃないかな。まあ、守備面がね、まあ、低かったりはするんですけど、まあ、選球もちょっとね、まあ、70台いってますけどね、盗塁も78と、で、走塁94と。まあ、でも、今、レフトがちょっと手薄って言われてる中で、このコービン・キャロル選手が、新たな星というか、レフトの星になるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。まあ、左打ちなんで、まあ、ちょっと打撃フォーム見たことないですけど、僕も当たればちょっと使ってみたいと思います。はい、続いて、ガナー・ヘンダーソン選手ですね。ボルチモア・オリオールズのサードベースマンですね。まあ、この人ね、ミートパワー高いですね。90、92と、もうオール MLB の選手と全く引きを取ってないです。で、ただ、やっぱ守備が低いんですよね。この守備78、送球80。まあ、内野手にしてこの能力はちょっと低いんですけど、まあでも、あと一個、まあ利点がありまして、サード、ショート、どっちも S 適性があるんですね、この選手。うん。まあ、だから、まあ、ベンチに入れてても損はないのかな。まあ、ただ、うん、守備は低いけど。うん、まあでも、両方でね、S ついてるのは、まあ、珍しいことなんで、まあ、うん、いい選手やと思ってます。はい、続いて、ミッキー・モニアック選手ですね。まあ、ロサンゼルス・エンゼルスのライトで出てきましたよと、ミッキー・モニアック。はい、まあ、ミート89、パワー90と、まあ、高いですよね、うん、打撃能力。最近もね、モニアック選手めっちゃ活躍してますしね、大谷選手と並んで、モニタニだったっけ、モニタニって言われてますからね。はい、もう結構大活躍して、大車輪の活躍をしてるミッキー・モニアック選手ですけど、まあね、守備能力やっぱ低いですね、盗塁と。はい、まあでも、まあ足が91と。まあでも、ロサンゼルス・エンゼルスで純正始めたい方は、まあ、このモニアックは絶対欲しいところだと思いますので、うん、まあ、能力も高いですしね、打撃能力は。はい、悪くないと全然思います。はい、ラストですね。ジャイネル・ディアス選手。ヒューストン・アストロズのキャッチャーですね。まあ、今回ゴールドでこの人出てきたんですけど、まあ、ゴールドの割にはミートパワーがめっちゃ高いんですよ。ミート90、パワー91と。はい。で、まあ、守備能力は低いです。キャッチャーの割には。もう、送球76なんてもう盗塁されっぱなしだと思うんですよ。まあ、ちょっとこのキャッチャーにおいて守備面は低いですけど、まあ、ゴールドでね、この打撃の能力は魅力的なんで、うん、まあまあ、すごい、能力出てきたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで、まあちょっと何人か見ていきましたけども。はい、やっぱ、POM、もともとね、出てくる、なんていうんですか、能力自体は低かったりするんですけど、まあこの中からね、僕の POM で、今出てきた POM の中で欲しい選手って言ったら、まあ気になるのは、まあ打者で言ったら、コービン・キャロル選手です。レフトで、やっぱ出てきているので。で、あとはまあ、最後に、ピッチャーの最後に紹介したタイラー・ロジャース。このピッチャーもちょっと使ってみたいなっていうところはありますよね。まあでも今紹介した選手は当たればちょっと使っていきたいなっていうふうに思いましたね。はい。はい、ということで、まあ今回選手紹介という形でやらせていただきました。はい、じゃあ今回の動画はこちらで以上になりますので、次回の動画もお楽しみください。ではご視聴ありがとうございました。